これまで自民党議員を散々裏金と攻撃していた大石あきこさんが炎上しております。それに加えて令和のセクハラ問題、この2点についてお話をしていきたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。大石あきこさんのですね、まあ政治団体の、不記載の問題ですね。まあいわゆる裏金、についてはですね、まあ昨日に引き続きの、まあ、内容となります。で、ちょっとですね、大石あきこさんがですね、まあちょっと先に説明となるようなですね、ポストを紹介します。こちらですね。馬どんそくさんという方がですね、まあ、令和4年の、政治団体大石あきこと歩む会のですね、収支報告書のですね、まあ、訂正内容をですね、まあ、訂正、収入の、まあ、記載漏れがあったということで訂正されたというのをね、これをですね、X でポストされたところ、これがね、かなり炎上したんですよね。で、まあ私の方でもね、元ファイルの方を調べたところ、まあ訂正前が収入総額2353万、うぬ、で、訂正後がですね、2841万円と、4万円か、はい。ということで、まあ450万ぐらいですね、増えてるんですよね。ということで、まあ不記載は、不記載額は、まあその収入のね、内容とかもいろいろあって、ちょっと複雑なんですけど、とりあえずトータルの、ね、収入はこれだけ、まあ、増えていると。馬どんそくさんのですね、元ポストは今 895.9 万件の表示ということですね。はい。まあ、この馬どんそくさんは確か令和のアンチの方ですかね。はい。まあでも私もね、この指摘はまあ重要だなと思います。で、まあ、ちょっとね、令和新選組さんの方なんですけれど、まあ、ちょっと私さらにこの件に関して書いたんですけれど、まあ、ちょっと白川司さんがですね、まあ、評論家の方ですね、まあ、指摘されておられます。大石あきこさんがですね、まあ、言い訳されてるんですよね。まあ、それに対して引用されていると。大石あきこさんがですね、大石あきこ事務所の収支報告書訂正手続きの一部を切り取って、大石あきこは裏金議員になる無理筋のデマが流されています。大石あきこは裏金議員ではありません。うんぬんかんぬんと言われてるんですけれど、まあ、ちょっとですね、これ、まあ、いろいろとなんか説明を、まあ、とりあえずされて、おられます。はい。466.4 万件の表示ということで、まあ、結構なね、ビューですよね。炎上と言っていいんじゃないでしょうか。単年度で450万。まあ、ちょっとね、リプ一つ見ましょうか。5年間に換算すると2250万円で、問題になった議員の5位になるんですかというですね、まあ、指摘が、まあ、なされております。はい。まあ、まあ、こういう言い訳は通らないだろうということで。まあ、で、白川司さんのね、引用。自民党の政治資金収支報告書の記載漏れを批判していた大石あきこ氏に大きな記載漏れがあったことが発覚して炎上。大石氏が釈明するも、内容は自民党の記載漏れは悪の記載漏れ、自分の記載漏れや正義の記載漏れという例の論法で火に油を注ぐということで、まあね、野党界隈で結構あることですよね。この記載漏れ、裏金についてはですね、立憲民主党もね、結構いるんですよね。例えば、山野井和則さんっていう方がですね、パーティー収入、確か2年で750万円ぐらいね、不記載だって、これをね、訂正されてるんですよね。まあ、山野井さんはやっぱりね、ちょっと代表例でもあるのかな。で、まあまあ、ちょっとね、立憲民主党の話、ちょっとそれましたけど、まあ私はですね、この件はですね、やっぱり、なんか、パラレルワールド住民ではないかなと。まあ、それで説明可能なんじゃないかなと。まあ、要はですね、とりあえずパラレルワールド、パラレルってのはもう平行線ということで、まあ、別の世界の住民、分かり合えない、まあ、そういう方、そういう世界にね、まあ、住んでおられる方との、まあ、政治上のやりとりっていうのはね、もう一生別れられることはないんだろうなと、思います。ということで、まあ、パラレルワールドの住民という、まあ、話だと説明可能なんじゃないかなと思います。まあ、結局はそれはですね、まあ、それぞれの考えっていうのはね、当然あるし、まあ、この件に関しては、まあ、大石さんの言う通りですね、その通りだという考えの方もいるとは思うんですよ。自民党はダメだけど、
令和は OK というのはですね、まあそれはそれで一つの考え方です。まあただそれをですね、最終的に決着をつけるのはですね、やっぱり選挙ではないかなと。まあ選挙はそういうのをね、最終的に、まあ、決着つけるという意味ですごくね、大事なもんではないかなと、思っております。で、ちょっとね、もう一つのね、問題、まあ、令和のセクハラ問題ですけど、こっちはね、ちょっとやっぱり、なんつうのかな、選挙で決着をつけていい問題なのかっていう気もしますけど、まあ、ただ、これ、こういうのもね、やっぱり投票行動にはね、まあ、寄与する判断、材料にすべきだと思いますので、ちょっと私の方でも簡単に、ちょっと、インターネット上で見たね、情報を取り上げさせていただきます。まあ、とりあえずね、令和でね、ちょっと問題があったんですよね。で、ああそうですね、ちょっと先にこっちの常念司さんのね、こちらだけ紹介しましょう。令和セクハラ問題、過去にも告発あるとありということで、経済評論家常念司が5分で解説、被害者は PTSD 発症、令和新選組セクハラ問題ということで、内容としてはですね、結局山本太郎さんがこの問題をですね終わらせてしまった。でその終わらせた方にちょっと問題があるんじゃないかということで、まあまあなんかその場の会場に、うちわの方かな。で、この問題、もうお開きにしたいんですけど、どうでしょうか。で、そこで、多くの人が納得したら、それにね、賛同したら、もうそれで終わらせてしまったみたいなね、内容をですね、まあ、されてたということで、まあ、詳しくは動画の方をね、見てもらえればと思うんですけれど、それですよね。で、まあ、それをね、指摘しているような内容があります。令和は製品、まあ、これ、どっかでの街頭演説、質問会なのかな。はい。令和は性被害を軽視しているんじゃないか。で、それに対して、それが問題がないと内部もあるが、外部の人たちも含めてジャッジした上で、これは個人的問題ですねとなった場合は、それ以上私たちは、継続しませんということで、まあ、結局、なんか、まあ、ちょっとね、私も中の人じゃないんで、よくわからないのは確かなんですけれど、まあでもね、ちょっと強引に終わらせた感は、まああるかなという気はしますね。で、まあ結構この件に関してはですね、ちょっと被害者と思われる方のポストを後ほど紹介しますけれど、ちょっと一部ね、令和のね、支援者の方がね、離れてしまったっていうのがあって、若者勝手連というのが、の方がいて、まあこれ多分ね、複数人でね、運営されてるんですけど、まあ私もね、直接、街頭でね、お会いした方が、まあ、複数人、一人、少なくとも一人以上います。で、もともと令和勝手連だったんですけど、まあ、それはね、令和が外れました。令和のカラーだったんですけど、いつの間にか白くなりましたね。で、まあ、固定のところね、ハラスメント対策ルールの策定と提案ということで、まあ、いろいろと書かれて、おります。まあ、とにかくね、今回のそのハラスメントに関しては、その対応にすごく、おそらくね、それに納得がいかないということで、結局こういう決定をされたのかなと思います。で、お待たせいたしました。4月21日にこんな発信されております。投票結果出ました。令和新選組若者勝手連。本日より令和新選組を名前から外し若者勝手連となります。今までご迷惑をおかけした方々大変申し訳ございませんでした。ですが皆様も私たちも良い日本にしたいと思う同志であると私は思っております。ということで、まあ、とりあえず5年間ね、活動されていたということで、はい。まあ、ちょっと一つ紹介しますか。不足点があったとはいえ、たくさんの時間を奉仕できた若者たちに対して、あまりにもきつい言動が目立ちます。一部の男の大人の醜さに負けず改善すべきところは直しつつも、今後も政治と関わってほしい。あなたたちの頑張りを見て覚えている人もいます。ということでですね、まあ、私もですね、まあ、ね、道歩いてて、直接、ね、この、勝手連の方からね、お声がけいただいて、まあ、話ね、させてもらったという、ね、まあ、向こうは私のことをね、ご存知だったということで、はい。まあ、すごくね、まともで、まあ、実直な方だったという印象ですけれど、まあ、その方が、今回ね、まあ、この件で、令和新選組を看板から外すとですね、まあいうことをおっしゃったというのはなかなかですね、印象的ですね。で、ちょっと今ですね、村上美里さんという方のですね、まあポストの方を紹介させていただいております。ちょっとこの方が被害者に遭われた方なのではないかと、まあ踏んでるんですけれど、というのもですね、令和性加害問題、ということを、まあ、書かれて、おられます。はい。
岩手県のね、まあ、町議会議員さんですね。はい。で、ちょっとポストの方、下見ていきましょうか。はい。何度でも何度でも言います。私の真の目的は、これ以上パワハラセクハラ、ハラスメント被害者を生まないこと、被害者の実態の周知と主会改革、あらゆることの根幹に人権の尊重、令和性加害問題、令和新選組、PTSD、MeToo ということで、ちょっとさ、ね、先ほどのね、常念司さんのですね、サムネイルとね、タイトルに合いますよね。ちょっとこの方なんじゃないかなと私はまあ見ております。改めて公正な第三者による 再調査を求めます。まあ、山本太郎さんね、先ほどなんかね、第三者でちゃんと調べたみたいなことをですね、まあ、外部人たちを含めてジャッジってありましたけど、ちょっとこの方はですね、納得されていないような、まあ、感じはまあしますよね。はい。まあまあ、いろいろとですね、村上美里さん書かれております。で、ちょっとプロフィールのね、ここの一番上のところにですね、これがあってですね、これ押すと、はい。あるポストに飛ぶんですよね。6月29日のポスト、A01。ちょっと結構長いツリーなんで、まあ、ところどころ、まあ、飛ばしながら見ていきましょうか。1、実害、同意のないわいせつ行為、8月11、一次被害、セクハラ加害者に問いただしたらパワハラに遭う、二次被害、ああ、なるほど、こういうことか、パワハラ、3、10月2日報告するの、右往左往、最終的に党に甘えるな、あなたは被害の洗脳から抜けきれていないスタッフによれた三次被害、ということで、4、ハラスメント対策室できるもぐだぐだ、四次被害、以外、ということで、まあ、5次被害、6次被害、7次被害、8次被害ということで、まあ、上記10被害に加えて、被害届前に男性刑事からの2次被害、ということで、まあ、結構ですね、まあ、ちょっとね、まあ、これもいろいろと、そうですね、まあ、いろんな考え方はあるのかもしれませんが、とにかく、この方は、村上美里さんは納得されていないのはもう確かですね、2人きりで選挙カーを回す、アウト。などなど、まあ、書かれておりますね。8月12日、選挙後、私と私のボランティアさんを何度もホテルに誘ったことは証言者あり。これだけでもハラスメント的には一発アウトではないのでしょうか。なかなかね、ちょっと、そうか。まあまあまあ、ちょっと、まあこの件に関しては、まあ、ね、私も当事者ではないので、まあ、ただ、それぞれの方がね、まあ、発信されているという、まあ、この方はね、ご自身のアカウントでまあ発信されておられますので、まあ、とにかくね、納得いかれていないわけでございます。まあ、私が、まあ、できることとしてはですね、やっぱりこのことを、まあ、多くの方がまあ知ることで、まあ、少しでもね、村上美里さんのね、納得いくような、まあ、形に落ち着くと、いいかなとは思います。はい。ちょっとね、私の方でも、まあ、すべてね、情報を把握しているわけではないし、まあ、外部でもありますが、まあ、一方でやっぱりね、皆さんにとっては、ね、投票する際のですね、大きな判断材料になる重要なわけでありますので、まあ、皆さんのね、まあ、ご意見などもお寄せいただけたらと思います。まあ、今回紹介したですね、まあ、村上さんのアカウントなどは概要欄の方にね、まあ、リンクを貼っておきますので、まあ、もしね、まあ、村上さん応援されたいという方は、まあ、フォローされるといいんじゃないかなと、思います。まあ、若者勝手連さんもね、応援したい方はね、フォローされるといいんじゃないかなとは思っております。はい。ハチプロ政治家 YouTuber、N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊。売られた喧嘩は買いますぜ。ぶっ壊してみな弱小政党グリーンラジオカーセックス。これはアウトなデラックス。反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。何が何のお客にせ、多分何の女性の方もっと痛く自信よ。お客の方がもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をThe car.